今日一緒にトレーニングしてくださる方の方です。あかねちゃん、26、はい、あ、これ死ぬ可能性あるな。足細くしたくて、これ死ないにしてるんです言葉が未来を作る。俺も勃起のためや。射精が飛ばせ飛ばせ。罰金レコード決めて。行く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 。勃起や。やりたくありません。はい、こんにちは。今回はトレーニング動画、そしておなじみのワンダーライフジムさんに来ております。お世話になってます。ワンダーライフジムさんには。あ、お世話になってます。はい、さあ、今日一緒にトレーニングしてくださる方の方です。あかねちゃん。はい。ハロー。こんにちは。こんにちは。かわいいね。ここはね、ドラゴンジムさんでコラボしたら大反響があって、はい、もしかしたらこの組み合わせはいいんじゃないかなと思ってね。身長何センチですか？176センチです。僕が185だから、ここに乗ったらちょうどいいのかな。ほら、ピタン。すごい。あかねちゃんはもともと何のスポーツ選手だったんですか？バドミントンです。バドミントンで日本一位取ってて、国際試合にも出てた。はい、4回優勝して4回も優勝してんの、はい、まあ、トレーニングもすごいやってたってことで。そうですね、はい、現役時代バドミントン選手、はい、チャンピオンのトレーニングをやって、はい、このスタイル僕も憧れちゃうからトレーニングしようってことで。主にどんなトレーニングしてたんですか？バドミントンはすごく下半身が大事なスポーツで、主に下半身や体幹、あとその怪我をしないように肩の周りとか体力、持久力も瞬発力も全部大事なスポーツだったので、全体的に毎日5時半から10時まで。朝5時半から、はい、夜の10時、はい、それを何年続けたの？16年。すげえ毎回僕動画で言うんだけど、はい、毎日続けることしか身につかないし、もうコツコツが勝つコツ、はい、で立つコツ。ノートも書いてるよ。トレーニングはまずは何するんですか？まずはスクワット、基本的な。スクワット、これはどれぐらいのレップ数で？60キロの20回のベストがもう30秒の5セットとかしてましたね。きついね、はい、それを週4回。でその次はジャンプスクワット。ジャンプスクワット、ジャンプすごい大事だったので40キロとかなんです。40キロでジャンプスクワット。どこまで深さは？ね、むずいじゃん、こんなできないよ、やったことないもん。の20の6セット。20の6？はい、これ死ぬ可能性あるな。でその次はブルガリアンスクワット、前に出ることがすごいので、30回の3、3ずつ20キロ持って。俺できるかな。で、あとはデッドリフト。デッド、身長高くて体力が結構ない選手だったので、筋持久をつけるためにハイレップやってたんだ。最初が肩幅ね。はい、そうです。でちょっとバイドにして膝が内側入らないように。で最後もっと、もっと、もっと、ああ。これは60で3セット。60で5セットですね。やる？私選手の頃思い出します。できなかったらまあ限界までやりましょう。うん、集中しないと。うん、いや、もうできないと思う。 OK、 3。よくできたの、選手抜き。10。相当すげえよな。やってた。おい、勃起のためや。おーらららららら、すごい。よっしゃ。8、9、ラストです。オーライ、すごい。うわ、これ1セット目だから。次はワイドになってきますね。次やんないのこれ？ちょっと今、足細くしたくて、筋トレしないようにしてるんですまあそうだね、ボートレといえど、まあそれぞれのね目的があるから。そうです、女性なんで。じゃあ今日コーチとして、はい、着る洋服の生地によってねバーが滑るかもしれないので、こんぐらい。そうです、です。オーライ。1。うわ、全然違う、違います。2。オーラー。9。オーラ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 ー。ナイスです、2分目終わりです。ベスト30秒なんで測っててください。イメージは本当にラストの1点取るイメージで。それは AV 男優でいうとこの何ですか？監督がいけって言ったら最後のラッシュ15秒ってことね。あ、そうです、そうです。これも勃起のためや。突き出して。いや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 。ぎっついだこれ。ほら。ガッガー。あ、世界に。きつい。先生頑張ったでしょ？うん。大丈夫。一気に来ますよね。ちょっとフォーム確認していいですか？はい。幅はどんぐらい？幅はさっ
けの1回目の肩幅ぐらいです。そんな深くなくて大丈夫です。こんぐらいだ。はい、はい、つま先から飛ぶイメージです。つま先から飛ぶんだ、はい、かかと重心だよね、うん、瞬発系ね。だから違うね、やっぱ一応やってみよう。うん、で4 5Okay、これは26やってますよ、20回で。え、できる、まあ、言葉が未来を作る。カードちょっと握った方がいい。 OK、握るのね。サムレスじゃないってことだ、まあ、全然もう違うな。もうだからスポーツ系ですね、はい、あ、なるほど、うん、なるほど、あ、これだ。はい、そうです。うわ10 OK、はい、ああ、ああ、これレッスン何秒ですか。これ1分でしたね。これなんかこう息を整える、うん、コツとかってあるんですかね。慣れですね。慣れ超回復。あ、だもう心肺機能鍛えていかないとダメですね。こらこらこら、やりゃいいんでしょ。行こう、ビュー、射精が飛ばせ飛ばせ、バッケンレコード経典、ほら行く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 、ほら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 、あ、2、だだだだだ、ノーノーノー、おい回数多くなかった今。人が熱い先生、はい、次はブルガリアンスポーツ。ちょっと吉田さん、はじめまして。ノリオさん、すごーしかさっき言ってないけどやらせましょうかね、話。いや、無理無理無理、言葉が未来作るんだよ、無理。弱い43歳頑張べ広い。さあ何キロで何回。重々でしたね、私が。オーライ、あーしゃ、いや、もうきつい。あっかーしっかり膝を伸ばしきる。ほら、伸ばしきるね、はい、ちょっと待って、やばいですよね、うん、まあ、もうね、きてんだよボキヤ、ほら、いや、ちょっと待って、いや、うわぁ、9、ブルガリアも入れようと思います。はい、はい、別にバドミントン選手になるわけじゃないんですよトレーニングメニューは変えていかないとさ、ね、慣れていく、慣れちゃうから、はい、3ヶ月に1回ぐらい変えないといけないからな。すごい、43歳で。年齢はな、ただの戸籍上の数字で。よし、うわー、先生、このテンションの違いは何でしょうか先生は補足したいんだもんね。はい、私はもうもっとこんなんだったんで、ずっと2年でここまで。次はデッドリフトの裏。デッドね。フルでやると大体3時間ぐらいなんですか。そうですね、もう3時間。いや、もうオリンピック選手でそうだよ、ね、赤ちゃんだ、こんな重量な。内元気味だよな、ハム、はい、おい、9、ラスト、うわ、ナイスです。お疲れ様です。よし、じゃあ先生次はカーフレイズ。カーフ、お、急になんかこれ持ってこうやって。マシンじゃないんだ。マシンでやったことないです、初めて見ました。え、本当？これでさ、ふくらはぎは第二の心臓と言われてます、はい、ここが鍛えられるとポンプボンっていくでしょ。ボンっていってカーフがポンっていくから返せるから、冷え性も改善になるし、勃起にいいんです何より勃起にいいから。回数は大体何回ぐらいか。この時は50とかだったんです。50、前腕と腹筋とカーフは持久筋だから回数重ねてもいい、30から50、はい、よっしゃ。最近できたんですか。いや、もう前から。へー、初めて。立ってやるのと座ってやるのまた違う。皮膚筋とヒラメ筋で内か外か、立ってる方が結構全体的に効くから。次、体幹腹筋ですね、うん、OK。さあ、腹筋何種類あるの。いや、もういろんな種類あるんですけど、うん、一気にもう短時間で鍛えたかったら、うん、サーキット系の。私がこう、うん、主に選手の時、海外とか行った時に、うん、こう時間がない、うん、一気にこう腹筋をこう鍛えたいと思ったら、うん、はい、あ、手をこう置いて、はい、置いて、スリスリして、うん、V 字一気に15。わわわわわわ、これすごいな。で、その時こう斜め15、縦15の上にもう一回戻ってみたいな。え、戻ってそれいつ終わるの。2セットやって、次30秒休憩して、もう1セットの3セットですやりましょう。足やって、手を太ももに置いてタッチします。1、あ、もうこれだけきついよ。はい、2、3、10 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 10
せーの。
できません。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。これは腹筋の弱さなのか、心の弱さなのか、体が動きに慣れてないのか。ちなみに金玉の皮は腹直筋の延長です。ここまで上がんねえんだよ、ここまで。柔らかいっすね。あ、ちょっとこれどう。ちょっと待って。1、2、3。あー、ありがとうございます。ボクシングのチョヨ太平洋チャンピオンのボディ食らったことあるんだけど、こんな感じ。心がさ、やりたくないって言ってんの。どうしたらいいんですか。先生助けて。一緒にやりましょう。一緒に一緒にやる。あと2。 OK、 せーの。1、あ、ラスト。あー、で、次こう斜めで4、5、6、7、8、9、1、2、3、4。次上に上がります。上に上がって下に。うわ、すごドラゴンフラッグ。はい、すごい。あー、やった。待って、つるつる。あー、バッ。そそり立つボッキーのごとし。あー、もうちょっと頑張れ。あー、なんだ。せーの。もうやりたくありません。1、上がって腰、2、スパルタだな。ラスト。ナイス。あともう1セットで、まあこのぐらいにしといてやるよ。終わりで、この後休憩して、私はその後練習が始まりました。言葉出ないですね。アスリート体験、すっごいいい刺激もらいました、はい、いつも僕が紹介しているトレーニングに、うん、こういうのもね入れてもいいんじゃないでしょうか、うんうん、ということで、はい、お疲れ様でした。早いな。早く着替えたいんでしょ。早く着たいんでしょ。なんでここばかりの。インナーサイやろうよ、最後。勃起に超効くインナーサイ。はい、閉じて。うわ、強い、で、俺は開けようとするから、うん、それを耐えてください。開かないよ、うわ、すっごい強い。うわわわわわわ、強っ。タイのトレーニングした時も開かなかったよね、あの人。あとハガセブンさんも開かなかったよね。3人目です。やった、開かなかった。女性で初めてかな。初圧倒的なパワーだった。じゃあいいねと思ったらいいねボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。あかねちゃんもやってんだよね、いろいろとね。はい、やってます。何やってんの。 TikTok を主にやってます。と、はい、いうことは概要欄の方貼っておきますので応援してください、はい、よかったらこちらのスーパーサンクスの方よろしくお願いします。お願いします。じゃあね、また会いましょう。皆さん、チャンネル登録よろしくお願いします。ここのチャンネル登録ボタンっていうのをポチッと押すだけでお金も時間も一切かかりません。わかりますよ、僕のチャンネル登録恥ずかしくできない。デートの時にね、チャリーン、チムケンチャンネル更新しました、気まずい雰囲気流れる。いや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 、でもね、お願いします。管理画面で見ると未登録者数が 70%。 チャンネル登録者数が増えれば増えるほどモチベーションも勃起力も上がって、みんなに有益な動画を作ってきますので、ぜひチャンネル登録ここポチッとよろしくお願いします。